ほら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 。あら。パドじゃないか。これね、ちょっとね、あれやね。ほらほらほら。そういうことですか。はい。そういうことですか。そういうことですね。そういうことですね。うん。はい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 。こんばんは。こんばんは。どうでしょうか、皆さん。ちゃんと聞こえてますか。ますか。ちょっとなんかいつもと違う。じゃあ仕切り直しましょうか。はい。はい。いけてるんかな。いけてるんかな。ちゃんと見れるようになってますか。なってるんかな。なっとんかな。なってるんかな。いけてるんかな。いけてるんじゃないでしょうか。いけてる。あ、よかったよかった、ありがとうございます。よかったよかった。はい。はい。はい、じゃあもうちょっと。はい。よいしょ。はい。お疲れーす。キツケ氏のベルチャンネル。チーです。旦那です。この動画は、はい。キツケエンタメバラエティートーク番組。はい。ほんまかいな。予算あるやん。なってますんで。はい。なんせこの私がね、はい、後々、目標である、はい、検定試験を受けるために、はい、こちらのちー先生に、なんと、この YouTube のライブ配信で受かっちゃおうっていうそんな、チャンネルになってます、はい、ね。まあ、もう初心者なんで、分からないことガンガン聞いていって、はい、ね。まあ、皆さんも分からないこと同じところがあるかもしれない、うん、そういうところを一緒に解決していこうというチャンネルでございます、はい、ね、いいですか、はいはい、いつも、ご視聴ありがとうございますね。ありがとうございます、はい、これ2回目なんですよね、今日ね、はい、なんかね、こうさっき、あ、これいけてるわって言って始めたんですけどね、はい、ちょっと様子がおかしいなーと思って見て、あれこれじゃんって言ったら、あ、こっちやったみたいな。そうですね、はい、ここにパソコンがあるんですよ、うん、はい、というわけでね、こんばんはですね。あらありがとうございます。ありがとうございます。今日は夜でした、はい、というわけで今日はね、はい、伊達いきますよ、はい、伊達ちゃんこのセリフも2回目です伊達ちゃんいきますよ、はい、3種類の伊達、伊達巻き、伊達締め、これはね、やり直したらいいんですか。何を。どうするんですか。僕はどうしたらいいんですか。あ、やり直したいなと思うんだったらやり直した。これ真ん中にするんだっけ。何がですか。はい、そうです。うん、はい。はい、はい。さあ、土さん、でもね。めっちゃ鼻さが見えへん。え。はい、名村です。あなた、老眼進んでんじゃないの。かなり。背中しかつっちゃなかった。そう、それちょっとそこが浮いてたから、ちょっと外そうかな、後ろピンチを、うん、はい、いい感じじゃないでしょうか、はい、ここがね、はい、ここですよ、はい、ここですね、大嫌いなんですよ、はい、まっすぐにね、うん、この、わ、そこ、こうなるんですよ、そうそう、こう、これがね、このそこを切れる、ここを、こうするべきなのか、うん、そうそうそう、こうすると、これが入って、あ、入ってきたもん、これでいいんですよ。それでいいですよ。これでいいんですよ。ちゃんと中で綺麗に折りたたんで、はい、後ろのこのここのおはしょりはずっと同じ線です、ね。これが急にこうなったりとかしてたらちょっと間違い。ま、はい、っすぐ行ってたい。綺麗に折り返したらここが綺麗に揃ってきます。はい、
ちらも。こちらは、こちらもまっすぐにしといたら取れる。うん、うん、で前です。はい、めっちゃまっすぐやん。うん、前上げてないのにそこも止めてしまってる。ここ、うん、ここはね、後ろからの方がやりやすいんですよ。あの、その前でやって入れて、で後ろ行ってからもう一回きれいにした方が、まあそこできれいに入れたら後ろの生地をちゃんと前に持ってきて、白の生地をちゃんと前に、このポカ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 してるやつをちゃんと綺麗にこう折りたたんでピタッとしといて、それを綺麗に入れ込んであげて、こうですか。そう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 、こうですか。うん、でその時にちゃんと同じ高さに合わせると、はい、ここ、はい、ここがキュッと上がりすぎてたらさっきみたいにここ後ろがおかしくなるから、はい、同じ高さで持ってくる。同じ高さ、同じ高さで決めたら止めとく。うん、止めとく。はい、はい、でここも入ったから、でだからこの余分な部分をこうすると。はい、はい、ね、これで次、これこれそれでやってみて。いや、これが当たり前のはずなんですよ。うん、っていうことは、うん、こうや。ありがとうございます。上からでしたっけ？上からです。はい。こうですね。違うな。はい、違います。私のやり方とはちょっと違います。これが後ろに来るはずなんです。そうなんです。っていうことは、
方が欲しいのに、あれか。それ、ギバ。はいよ。はい。手本を。手本を。まあ、通常は皆さんここから巻いて、こう、こうくくり目にしてる。こう思うんですが、はい、こうしてると思うんですが、はい、ここにくくり目が来るのが嫌ってことで、これでこの板を後ろに回してます。で、これでこう回してきて、後ろでくくる、はい、こっちですか、です、こっちですね、はい、わかりました、はい、わかりました。こうでした。こうです。はい、そうでした。失礼します。こうですよ。こう。これは下。あの、ジョーさんどれぐらいで巻いたの？シャーリングやから、そんなにギュッと締めてしまったらめちゃめちゃしんどくなるから、はい、ちょっとギュッと締めるぐらいかな。気持ちよりもちょっと締める。うん、キュッて締めるぐらい、ギュッて締めると。やる前に、うん、あ、そう、もういい。紐やってるから、うん、まあまあ、伊達やってから外してもいいし、はい、ここを入れといてほしいな。え、あ、ここですね、これ出ちゃった、うん、はい、こんな感じで、はい、こう、あまりこうで、はい、綺麗じゃないですか、うん、はい、というわけでこれがはい、はじめのバネを左に持っていく、うん、バネ、うん、シャーリングだ、これがシャーリングっていう、はい、このはじめのシャーリングを左の脇に持っていく、はい、わかりました。さっきのちゃうけどな。え、初めのシャーリングをここに持ってくるんですけど、こっちなだから板が結果後ろに回るように持っていく。ああ、はい、あ、わかりました。板後ろさんですね、はい、はい、ありがとうございます、先生頑張りますよはい、次伊達姫、はい、これもね、裏表があるはずなんです。お、あります。これこっちですね、うん、が表ね、これ表、うん、この、あの、こう、バッテンになってるから、バッテンは裏です。バッテンは裏、うん、バツ裏さんそうだね、はい、はい、そうですね。前、あの、セミナーの時にね、うん、あの、和菓子だったら和菓子だったって僕言ってたね、うんうんうん、それで覚えててくれた人、そう、おったからね、うん、いっぱいおったからね、うん、言ってた。これ、あの、バツ裏だったバツは裏やつ、はい、はい、これは、こうです、そう、そうで、行きます、こうで行きます、はい、大丈夫ですか、これも普通にみたいにね、確か、はい、確か、うん、まあ大体私ここからこう30ぐらい取ってます。手幅と手幅の30、これぐらいもうちょっと、大丈夫、うん、そこ
30センチ、はい、を持って、うん、これを肩甲骨、うん、名名名人って肩甲骨いって、ちょっと撮ってもらってもいいですか？わかりました、撮りました、はい、すぐに直ちに撮ります、はい、なるです撮って、あ、撮るんですか、ね、だって撮ってくれへん、あ、全部、あ、すいません、はい、わかりました、直ちはい、すいません、はい、貸して、はいはい、はい、変わります。なんでやりにくいかって言ったら、はい、まあ初めに30取りますと、はい、でまあそこ持ってるんやけど、そこを肩甲骨に当てなあかんからってこう持ってるとか、ああ、こう持って前をこう巻いていってるとか、はい、ダメだ、こう巻いていってるんやけど、はい、こうやって巻いていくと、はい、テンションのかかりが全然違うんです、こっちとこっちのテンションのかかりが、はい、ただ巻いたらいい時間だけじゃなくて、はい、だから30は取らなあかんねんけども、そこ持って正面から、ここはほったらかしてて全然いいので、どこで、え、この30センチ、こっちはほっといていいから、こっちです、はい、正面に来る位置をちゃんと持って、はい、でここの生地を押さえたいんやったらちゃんと処理して、そこをきれいにピタッと押さえて、はい、左右のテンションにちゃんと同じようにかけてから巻いていった方が、でここで初めてこっち持ってキュッて締めて、はい、で綺麗に同じようにテンションかかるように巻いていくと、はい、じゃあ綺麗に巻きます、はい、でまあまあ前にもずっと言ってるけど、はい、これをまあこうやってねじってこうやってやるのも全然ありやと思うんです、はい、でこれ証券やから滑れへんねんけど、はい、ポリの、同じタイプのやつもあるんやけど、はい、ポリやったらこれだけでこうやったとしても多分帰っていくと思うね、はい、からその時は片鼻にしたらいいと思うし、はい、もう片鼻したらいいと思うんだけど、はい、でこう2回からげてこうしてしまうとこうが団子になるから、はい、結果片鼻にしたとしても、はい、すごいゴロゴロする、はい、ダブルですもんね、うん、だから、はい、ゴロゴロ専用に2回からげたら、はい、そのままで片鼻くくりをしてあげる、はい、どっちにしようか、とこうか、そんなにペタッと、あ、じゃあゴロッとせえへん、はい、こうゴロッとしないから、はい、っていう、はい、ね、そういう感じ、そういう感じです、手でやったとしてもここがペタッとできるんです、うん、ちょうど2回くるくるした下にくくり目ができるみたいな感じにすると、ここが結構平らにできるんで、はい、もう1回やってみてください、はい。
それはさっきのシャーリングのこの片鼻にしたところも一緒なんで、はい、おすすめです。はい、わかりました。はい、では伊達巻き。伊達巻きはね、僕得意です。あ、そう。じゃあやってもらいましょうか。伊達巻きは言うて僕結構やってますから。結構ね。伊達巻きでなんか食べてるみたいなもんですか。なんで。伊達巻きでは食べられへんな。はい、ありがとうございます。これはもう知ってるんですよ。僕はもう何千回とこれやってますから。何千回もやってないと思うね。これも一緒ですよ。こうやってね、ここですから、ここにこれが来ないとダメなんですよね、うんうん、ね、うん、だからそれを見越してここを持っとくんですよ、うん、さっきの一緒でした。はい、そういうことです。姿勢を落として、そういうことです。姿勢を落として、はい、目線をここにして、はい、まっすぐ行くんです。はい、こうして、うん、はい、もう一回やって。こうですね、うん、で、ここに小指があるから引っ掛けて、こういって、こうです、こうです。違います。それはちょっと違うな。違います。すいません、以前にも聞いたんですけど、すいません、復習で。これは、はい、今こっちかけたやんな。こうかけて、こうかけたやんな。そうです。こうかけると、はい、こう縦結びになるから。なるんですね、うん、はい、なるから、はい、こっちの下に、こっち上上がってるやん、はい、こっち下下がってるやん、はい、この下下がってる方を引っ掛けて、リボン先して、はい、上から来たのでかけてあげたら、はい、横結び、はい、ちゃんと横にリボンができるから、はい、はい、わかりました。了解です。もう一回やっていいですか。どうぞ。はい、下から来てるから、下から来てるのをこういうの持って、うん、リボンを作って、はい、で上から、はい、でこう、はい、こうですね、はい、でこれをこう、はい、なんか納得いってない顔ですね。これはこう来てるから、こう、こっち、こっちですか。上に、上から下、うん、こう、そう、ちょうどさ、ここ、この三角になってるからさ、ここにキュッとこうはめるような感じで入れてもらって、はい、で、大丈夫です。で、これがこう、下から、はい、下から上に、はい、はい、分かりました。こんな感じでね、はい、分かりました。で、僕的にはこれをね、ここにしたかったんですよ、うん、はい、
上に持ってきたかったの。はい、上に持ってきたい場合は、いや、伸ばして巻くよりこうやって巻いてやった方がテンションがかけやすいんで。はい、これも、後ろ取ってもらうかな、この辺ぐらいまで切ろうかな、はい、で、まあ、その体型によってもちょっとこれをこの辺ぐらいに全然ずらしてもらっても全然大丈夫なんで、はい、で、まあ、自分の行きたいこう、私この辺ぐらいかな、つまりここぐらいスタートして、はい、で、まあ、さっき言ったように正面持ち直して、はい、これもしっかり船底こうまっすぐ持ってって、こう体の丸みに合わせ勝手にこうなるんですよ、こうなるんです、はい、でしっかり締めて、はい、でここにもしっかり空気を抜く、はい、全体抜いてるようやけど、このどっちかったらこっちの下をしっかり締めて、はい、でこうやって柄があるんだったら、はい、この柄をめがけて綺麗に、柄見えるかな、このこれに柄があるんですよ、はい、でこれに綺麗に巻いてったら綺麗に見えるんですよ。これも同じ高さで巻いてて、これも同じように巻いとったら綺麗に見えるから、あ、自分的にそうなるんですね、うん、で、この間に下に行ったら幅が広くなるから、はい、帯から出ちゃうから、はい、そうなったら帯の中にはちゃんと収まらなあかんから、はい、ちょうどここの二巻き目のここをこう上から押さえるようにして、その時も柄はないけど同じようにして持っていくと見栄えは綺麗、はい、になるんで、あ、上下真ん中か、うん、まあ、その時によって上、真ん中、下って持っていく時もあるし、自分がどこをどう押さえたいかによって変えていったりとかするし、はい、で、いつも通常は上から巻いてるけど下の方が先に押さえたかったら下から上に上がっていくこともあります。はい、ってな感じで、うん、でこれがあまり上にさっきみたいに D さん巻いたみたいにちょっとこう上にありすぎると、帯巻いた時にちょっと出たりとかするんですよ、この伊達が、はい、だからそれに、まあ、それにというか帯から出えへんようにちょっと気持ち下げ目ぐらいで巻いてきたら、はい、見えへんので、はい、おすすめです。はい、わかりました。はい、じゃあこの辺かな。伊達巻きの巻きいうことで。はい。はい。伊達巻きの巻き。はい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 。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これどうですかね。BGM 大きくないですか。ちょうどいいんかな。先週ね、はい、ちょっとちっちゃかったんですよ。うん、BGM が。そうなの。なんでちょっとあの上げてみた。ちょっと上げてみますね。うん、先々週がちょっと上げすぎやったんで。うん、真ん中ぐらい今言ってるんですけど。うんうん、いけてますかね。いい感じですかね。はい。というわけで、これにね、できるんですかね。何が？帯？僕できるんですかね。ちょっと練習したんだな。これがね、うん、まあ言うて補正がちゃんとできてるからね、こうできるんでしょうね。そう。まあね。まあ僕もまあこれからまあ補正も習うわけじゃないですか。うん、ゆくゆくはもうこの場も僕の補正のやつでやるわけじゃないですか、う
そうそうそう、見ていられますかね。そう、これが補正が、まあ、なかったりとかしたらもっとシワシワになってるはずなんです、うん、すーって言われて。そうなんです、はいはい、なんでちょっと頑張ります、うん、ちょっと今のペースじゃない、うん、間に合わんかもしれない。頑張って、うん、自己練頑張ろうしていきますわ、うん、リストデートホームモンギとはマクイチは一緒のところじゃないですよ。じゃないですよ。じゃないんですよ。はい。振り袖と訪問着は帯の幅もちゃいますしね。はい。違いますよ。年齢も違うでしょ。年齢も違う。うん。うん、ね、振り袖はまあ若いんで、ちょっと紐も私は高くしてます。はい。帯の幅も広いし。はい。まあ、どっちかいった訪問着はこれ。お。だから補正も違う。振り袖と訪問着の補正も違います。違います。違いますよ。です、はい、はい、あ、なんかヒントになったでしょうか。はい、はい、それでは、はい、というわけで、はい、終わりました、はい、さあ、もう一個のタイトルありましたように、うん、あなたは、皆さんは、うん、ライオン、うん、それともシマウマ、うん、それとも鬼滅ということで、それ変えます。はい、何の話でしょう。何の話でしたっけ。鬼滅、鬼滅ね、鬼滅の漫画もすっごい奥が深いですね、あれね、うん、ちょっと見なあかんな。そうです。プペルは見たんやけどな。プペルは見たけど、鬼滅は見てないねんな。そうなんですよね。ちょっと鬼滅見なあかんな。見なあかんなんですけどね。ちょっとまだ見れてないですけど。ちょっとだけ知ってるんですよね。うん、ちょっとかじってるんやけどね。ちょっとだけ知っとってね。うん、そのお話をね、この間の、小話の中で、うん、例え話でね、うん、言ってありました、うん。あ、でもね、聞いたらね、うん、鬼滅の作者すごいですね。うん、ちょっと言います、今から。はい。いや、ちょっとメモってんの。恥ずかしいから、うん、あ、遠いんや。僕らが遠いんでしょ。そうか。もうちょっと、もうちょっと寄りましょうか。はい。あ、ちょっと待ってください。画角が、しまった。画角が、画角がね、ごめんなさい。ごめんなさい。なんか変わった。ごめんなさい。ごめんなさいね。今気づきました。ごめんなさい。これちょっと狭かった。狭かった。うん、はい、いきます、はい、そう、日本ってね、うん、日本で初めの神様っていうのが、うん、天の水なかぬしの神っていう。お、でも目を伏さんや下神。そうやね、うん、どこの神様だっけ。何ですか。皆さん分かりました。天の水なかぬしの神、うん、はい、というのが日本最古の神様です、はい、その神様、うん、昔々は神様っていうのは、これすごいよ、うん、みんなから柱って呼ばれてたんですよ。そうこれ聞いた時にね、うん、ゾワゾワっとしてね、うん、おお、柱やな、うん、これ鬼滅知ってる人しか分からへんからね。ね、12人の柱がおるらしいね。と、うん、いうことは、うん、12人の、うん、あれ神様なんですよね。っていうことですよ、うん、え、ほんじゃ鬼滅は12人の神様がいてるってこと。え、12人の柱がいてんの。そうでしょう。へえ、確かに、うん、ググってみて後で、はい、それだけで続々としてね、うん、だからその作者はこのことも知ってたってことです。ああ、そういうことね。さ、太古の昔は、うん、ね、うん、でやね、まあ、自然を大事にせなあかんと、うん、日本の神様だけ、うん、神様っていうのは自然があっての神様がおっての、うん、で人間がおる、うん、ね、うん、西洋の神様は違います。
はい、神様おって、うん、自然がおって、うん、あ自然ができて、うん、で人間ができたと、うん、っていう考え方らしいんですよ、うん、だから、日本のだから自然と神様が逆なんですよ、日本と外国は考え方がね。だからもう外国はもう神様、全知全能の神様ですわ、あれですわ、あの新喜劇ですわ、神様ですわ、はいはい、それですだから神様が自然を作ってるっていう考え方なんですけど、うん、日本は自然が自然から神様が出てきてると、はい、うん、山の神様とかね、うん、それです、うん、はい、がおると、うん、なので、うん、もともとは自然っていうのがあるし、うん、全知全能ではないので、うん、日本人に鬼滅のストーリーは、うん、受け入れられやすかったっていう話もあるんですよ。はい、ね、あの鬼の方はね、うん、少し逆らったらもう行くわけですよ、うん、ね、でも人間の方は、うん、なんていうの、あの一番偉い人おるじゃないですか、うん、一番偉い人何でしたっけ、鬼滅の一番人間界の偉い人、まあ、言ったら神様ですよ。神様みたいな人はおるじゃないですか。誰か秘密詳しい人いてるんですけど、うん、それでね、うん、この柱、うん、12人の柱たちは、うん、いやそれは違うと思いますと、うん、平気で言うわけですよ、うん、はい、これが人間っていう、何位置づけにしてるみたいな感じ、もう鬼っていうのはもう恐怖で縛っていってるから、うん、下は怯えて怯えて、思い出しました、マジ違うんです怯えて怯えて服従してるんですけども、うん、人間の方、人間っていうのは、うん、お互いがお互いを、うん、考えを言い合って、それで新しいものを作っていくと、うん、はい、っていうのが人間だっていうふうに、小原先生がおっしゃってまして、うん、はい、でシマウマとライオンの話です、うん、はい、ライオンはシマウマを食べに行きますよね、うん、お腹すいたら、うん、じゃあシマウマはいつも怯えながら生活してるわけですよ、うん、だから目がここにあるんでしょうね、あれ、うん、お疲れ様です。お疲れ様ですね、はい、はい、ここにあるんですよ、うん、あのライオンがいつも見えるように目が、うん、うまいから、うんうんうん、はい、でもライオンは、自発的に行動すると、うん、お腹すいた、食べたい、おる、行くみたいな、うんはい、自発的、人間に例えたらね、うん、恐怖で縛られてる人と従っている人と、うん、私がやりますっていう自発的な人、うん、これがライオンなんですよ、うん、こんばんは、こんばんは。でね、人間っていうのは、うん、難しい話になってきましたね、うん、人間っていうのは、うん、何か希望、こうしたい、こうなりたい、うん、っていう、ものが なかったら、うん、これ行動しないんですってね。わかりますはい、わからないですかね、大丈夫ですか、うん、はい、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、はい、多分みんな分かってくれてると思う。分かってくれてますなんでみんな、なんでみんなが分かって、自分がちょっとなんか足の頭ちょっととか言っとく、はい、恐怖心で動かされてたりするんじゃなくて、うん、自発的に行動できるような人間になりましょうと、うん、あ、違う希望を持って、はい、希望を持った上で自発的に、行動するような人になりましょうという講話でした、うん、ね、うん。
まあ、20代30代は働き盛りですからね、はい、僕が私が勝ち取るんだ、うん、他のやつは押しのけて僕が先に行くんだ、うん、もういいんでしょうけど、うん、はい、まあ、それじゃもうライオンと一緒ですから、うん、ね、と一緒ですから、はい、ね、あの、まあ、みんなとワイワイしながらやっていった方がいいですよ、うん、お話でした、うんうんうん、だねだね、はい、ちょっとなんかどっかで聞いた話だなと思って、はい、うん、あとね、はい、明るいっていう感じね、うん、そのよく倫理のね、うん、講話の先生はね、うん、言葉、うん、日本語ね、漢字とか言葉あるじゃないですか、うん、あれのね解釈がねすごい考えてはるなって思います、うんうん、はい、そう、一つの文字にしても、うん、いろんな考え方が皆さんあると思うんですよ、うん、でこの時話されてた先生の、うん、講話で、ね、明るい、ね、お日さんに月です、うん、お日さんに月でイーブンちゃんって思いませんか。お日様に月ですよ。日って言ったら昼間じゃないですか。なんでそれでイーブンなの。え、明るいし暗いし合わさったらイーブンちゃうんって、なんで明るいになるんっていう話なんですけど、これはね、お日様の日ね、うん、はい、日変っていうのあれ、うん、日変の方はね、あれ窓らしいです、意味が、うん、あ、で、あの明るいっていうのは、窓から見えるお月さんが照らす明かり、うん、それがを明るいって言ってるんですって、うんうんうん、だから照明とかじゃないんですよ、本当の意味は。で、暗いから、うん、暗いところにお月さんがポーンとこうね、あるから明るいって感じるんですよ、うんうん、そう、分かります、うん、明るいところにお月さんあっても明るいって感じないじゃないですか、うん、朝7時ぐらいとか、うん、ね、空見たらこっちに太陽あってこっちに月やるときあるじゃないですか、うん、でもお月さんって明るくないじゃないですか、うん、周りは明るいからですよ、はい、これをやね、うん、いや、大和先生、うん、こっからまだ話広げるんや、うん、で苦しいこと、うん、あのいいこと、楽なこと楽しいこと苦しいことがあるから楽しいと思えるんやでって、うん、で苦を乗り越えれば苦しいね、うん、苦しいの苦を乗り越えれば徳が得れると、うん、でこれ徳ね、あの行人弁の徳ですね、苦を乗り越えたら徳を得られる、でこの空と徳の漢字を変えるんですよ、空の苦しいを9に変えるんですよ、9を乗り越えたら10、徳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 、え？そうですよ、9を乗り越えたら19を得ると書いて徳を得る、わかります、言いたいこと分かります？徳を、え、9を、はい、9を乗り越えたら、9を乗り越えたら徳を得るんですよ、10じゃないんですよ、あ、もっともっと徳、ね、か、はい、うーん、19と書いて徳と呼びますよね、うんうん、19を得れると、うーん、だから、苦を味わえと、うん、はい、じゃあ徳がいっぱい来るよって、そういうことです、少しの楽しみも、多くの楽しみに受け取れるというお話でした、うん、さあ皆さん苦しみましょう。すでに苦しんでる方いらっしゃいますか。すでに苦しんでる方いらっしゃったらそれ乗り越えたら楽しい未来が待ってますよ、そういうことですよ、そういうことですよ、そういうことや、そういうことや、よかった、まとまった。
途中どうしようかな思ってね、この話どうまとめようかな思ってね、まとまりましたね、はい、そういうことですか、はい、なのでこれ僕もちょっと悩んでますけども、うん、ちゃんとできるかな、うん、これ乗り越えたら、うん、ね、いいこと待ってるんで、はい、頑張っていこうなって思ってます、うん、できますよ、はい、簡単に言うけど、うん、ね、できる、どうですか、そうですよ、苦学じゃなくなる、そうですよ、そうですよまだあるんですよ、オートファジーですよ、オートファジー言っちゃうな、3ヶ月後に言うとか、もういいです、もう言っちゃいますよ、もう出ちゃったんでえ、何が、あの、苦、そう、そう思ったら苦も苦じゃなくなるねって、うん、はい、もう苦、もう今僕らね、はい、オートファジーやってるんですよ、そうなんです、皆さんもご存知、今話題の話題沸騰中のオートファジー知ってますか、もう僕らもう流行りに乗っかりまくりでいきますよ、僕らこれからオートファジーやっててね、苦しい、やっぱり、うん、苦しい、苦しいです、へ、そんな苦しくないな、そこの苦しみをね、うん、でもこれ今生まれ変わってるんだって思ったら、うん、乗り越えれるっていうことですよ、うん、ね、それを苦しみと思わんと、うん、これを乗り越えれば俺は生まれ変われるんだ、そう思うとね、乗り越えますよ、はい、ってなんやねん、オートファジーって感じやねオートファジー誰か知ってるかな、オートファジー結構話題に人気なんじゃないの、この前永田のあんたんが YouTube で上げてたんですよ、ね、あのね、16時間、うん、空腹時間を作りましょ そう、食事終わってから次の食事まで16時間空けましょうっていう、うん、ダイエットでもないね、健康法です、うんうん、それをねちょっとやってるんですよ、オートファジー、オートファジー、ね、オートミールじゃないよ、オートファジー、はい、それです、はい、いいです、皆さんオートファジーしましょう、みんなでオートファジーしましょう、なんかめっちゃ痩せるらしいです、はい、内臓脂肪が、そう、めちゃ内臓脂肪がすごい減る、うん、で、まあ、要は腸内環境を良くするっていうので、はい、その腸を言ったら、うん、朝食べて消化せん間に昼食べて、で消化せえへん間になんかお菓子食べてとかね、甘いもの飲んだりとかしたりして、で、また、で、また夜食べてとかっていうことで腸が休まる時間がないっていうことなんですって、うんうん、でそれをその腸を休めるためにその、16時間を何も食べなくて腸を休める時間を作りましょうと、そしたら腸もきれいになって肌もきれいになっ て、いいこと尽くしっていうやつ、はい、病気にもなれへん、そう、病気にもなれへんらしいです、うん、そう、あのね、細胞がね、うん、腸ってすごいね、そう、あのね、あ、そうそうそう、8時間ダイエットのあれあれ、そうそうそう、あのね、腸ってね、うん、何も食べ物なかったらね、ゴミ集めるんですって、うん、壊れた細胞とか、そういうのをね集めてきて、うん、そっから、うん、新しい細胞をね、うん、作り出すんです、そう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 、それによってお肌が綺麗になったり、うん、病気しなくなったりするんですけど、うん、そう、16時間食べへんねんけど、うん、水とかお茶は飲んでもよくって、うん、で、まあ、16時間ってめっちゃ長いやんって思うじゃないですか、で私は、普通に昼間仕事してるから全然できるんやけど、どうやってやってるかって言ったら、まあ昼12時以降に絶対ものをご飯食べる、うん、で夜の8時までに食べ終わりたいっていうぐらい、うん、ちょっと過ぎることもあんねんけど、うん、でまあそれの間で、まあ、言ったら8時間の間で食べてしまう、うんうん、
で、まあ、それでちゃんと、まあ、栄養をちゃんと取ってってやって、でその以降はもう何も食べない。だから寝る前と寝てる8時間と昼までが空腹時間、うん、空腹中が何も食べない時間になるから、うん、なんかそんなにね声が途切れるってあるよ。 そんなにねいけるかな、いけてるかな。そう、そんなにあれ、苦じゃない、はい、でまあ朝起きたらその結構韓国語に聞こえる？ウケる。言えてる？あかんかな。どっからかな。どの辺まで分かった？声が。今いけてるかな？いけてますか？今いけてますか？私がここがカシカシやったからかな。まだダメ？じゃあマイク持ってきましょうか。マイク持ってきましょうか。まああかんかったらあれやけど持ってきてもらうけど、あかんかな。いけてる。ライブなんでね、はい、こういうこともあるんですよ。うん、聞こえてます。説明が全然わからん。おお、説明。いけますか今。いけるみたいですね。いけるね。はい、はい、じゃあいきますね、はい、で私がやってるのはお昼12時から夜の8時まで、うん、いけてますって。途切れ途切れって、あれ、へえ。じゃあマイク持ってくる。わかりました。いけてるんあれ。少々お待ちください。ちょっと待ちください。なんやろ。ちょっと待ってね。イケてる人もね、いてるけど。音楽も途切れ途切れ。ファンあれかな。ファイファイかな。音楽も途切れ途切れって。で、音楽も切れてる。テンポがずっと同じですやって。何かがおかしいな。いきます。なあ、大丈夫。この僕のアップが耐えられない。アップが。そう、そうです。あ、どうでしょうか。毎日それです。最近もう1週間以上ずっとそれです、うん、聞こえてますか。マイク変えたけど画像が悪いよって。 Wi-Fi かな。 Wi-Fi かも。 Wi-Fi かも。じゃあイケてる人は。はい、また分かれへん人はまた LINE でもLINE でも入れますんで。ということで、はい、昼12時から夜の8時までが食べても OK な時間で、それ以降は食べないですって感じで、もし、お腹がすくじゃないですか。朝とか起きてなんかちょっとめっちゃお腹すいたんやけど我慢できへんわーっていう時やったら、ナッツを食べてって言ってました。で、ナッツ、まあナッツって言っても塩とか何あれ、油、無塩、何なんや、何もさ味付けしないやつあるじゃないですか。塩とか何も素焼きのやつ、それを食べるんですって。で最近ちょっといいこと入手したんやけど、アーモンドとかやったら結構脂質が多かったりとかするから、大豆のあの豆まきのさ、豆あるじゃないですか、あれを食べるといいよとか言って聞きました。
外国喋らへんちに一国道みたいな一国道ちょ僕向こう喋るとこにあるだろ喋ってくれはい一回切ったら治ったってよかったよかったそうなんですってでアーモンドは脂質が多いけどでその豆まきの豆は大豆やからいいよって言ってましたでそれが結構噛み応えもあるしで1日に結構水分って取らんとダメだじゃないダメじゃないですかで結構2リットル以上は飲んだ方がいいって言われてるからでその大豆を、その豆まきの豆ねを食べたらやっぱ喉も乾くから水もいっぱい取れるっていう情報を入手しましてねはいという感じですほんで豆まきのさ豆あるやんかあれねちょっとスーパー売ってへんかったからねアマゾンで買ったんですよほんなうちこんな袋10袋届いてうそどないしようと思ってえ10袋も買ったんですか今日は破壊者わーめっちゃあるしってやっちったみたいな食べてで僕投げられるでしょそうそう10袋分穴開きますよ穴開きますなしかも6月までに食べなあかんねえ口の中カッサカサになるやんな、ねね、だから容器水も飲めるよっていうはいっていうやつで別に何食べてもいいんだって8時間のうちにはいけどその私は何でも食べたらあかんと思う思うというかあんまりこうなんか油もんとかあんまり食べんようにしてやってる感じかなでそれでどこまでどう変わるかっていうのをちょっと今試しますこれですねそうこれ受けてるこれですこの本にね、全部載ってるみたいですよそう、痩せますこれですこれ買ったんですようんねそうはいまず先に中田のあっちゃんの YouTube を見て見たんですよはい僕はね先に見て、で、これいいでって言って夏を見て、うんはい、で、2部に分かれてるからそれを見てで、そこから追うと思って本買ったっていう感じです、はい、で、今ちょっと実行中はいな感じ僕ね、うん1週間ぐらいですか今、うん、2キロ痩せましたねうんはい私も2キロ落ちたかなおマジですかうんですってうん、2キロぐらい落ちたかなですってよはいあれですわまたちょっとインスタにあげようかな脂肪の1キロのこの重さっていうか、うん、あるんですよ模型の写真また今度インスタでもあげようかなちょっと持ってるんですよペンと比べた脂肪1キロの写真があるんですよ、はい、それをちょっと見せますインスタでアップしますあそうなんですか、うん、はい分かりましたそれがいっぱいついてんやでって感じうわー怖いって感じやだやだって感じ、ね、何年間もそうためにた蓄えてきましたねためにためまくったしも嫌になりましたそれ見てもう嫌なんだいやいやもういやもうやりますもうガチでやりますもうちゃんとやってるよ頑張ります頑張ってるやん今頑張りますか、うん、はい大丈夫ですか、はい、はい、ですってそうなんですよはいもう一回先になってこんなんがこんなんが、うん、いっぱいこうやって溜まってるからいけないだってもう2回でできへんちゅうね、まあそんな感じではい、そんな感じですやってるんでねぜひよかったら、はいこの本買っていただいて、うん、もうこと細かに書いてますわそうそうそう、うんうん、はいまたもう下リンク貼っておきます、うん、なんでよかったら、うん、またぜひ読んでみてください、うんね、私蒸気のアイロンあるじゃないですか蒸気バーンって出るやつの方がいいシャーっと表面からバーンって言ったらこの線でしょこの一番残ったでしょ知らん
マイクここなんでちょっと聞こえないんですすいませんあの正面からちょっとあの、ま、画面入ってないんですよ正面から私はちょっと蒸気のスチームのアイロンあるじゃないですか、うん、スチームしか出えへんやつあれでちょっとシャーってやったりとかすることもあります。はいはい、だから、はい、なんかガチでこうベタッと重いアイロンとかやらないと絶対当て布をやってくださいね、うん、当て布をやってちょっとこうベチャってつけるよりちょいと浮かした感じでしょ。ちょいと浮かした感じ。うん、うん、まあ、あの着物に何かあったらね困るんで、はい、絶対当て直して。もう手入れも大変やね、着物ってね。手入れ大変ね、うん、そういう知識も、いるということで、うん、僕も覚えますよ、それの、はい、うん、まあまあそんな感じです、今日はいいですか。はい、もう終わりましょうか、うん、はい、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ終わりますね。はい、はい、じゃあ来週は、うん、いよいよ帯に行きますか。帯行っちゃいますよ、うん、これやったら一重で一個、うん、これ名古屋帯とは言わないんですよ。名古屋帯です。名古屋帯なんですか、はい、これが名古屋帯なんですか。はい、分かりました。じゃあ来週名古屋帯にやっていきます、はい、うん、はい、それでは、終わりましょうか。はい、それでは、何でしたっけはい、あ、え、今治ったって。あ、今治った、遅かったね、はい、というわけで、はい、また次回ね、お会いしましょう、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。参考になった、はい、いいね思った方、下の高評価ボタン、はい、ポチッとお願いします、はいはい、というわけでまた来週、お会いしましょう。はい、はい、ふたまさん、お疲れです。バイバーイ。おやすみなさーい。